株式会社ホワイトプラスの、エンジニアに所属している山内と申します。で、今回自分が発表する内容なんですけれども、エンジニア3年目が、DDD ドメイン駆動設計になれるまでということでチームの取り組みだったり、個人の取り組みについて紹介できたと思います。で、まず自己紹介なんですが、ホワイトプラスに所属しているエンジニアの山内と申します。で、主にララベルのバックエンドだったり、リネットのバックエンドだったり、フロントエンドの開発を、主に担当しております。で、弊社が提供しているサービスでリネットというものがございまして、ネットで完結する宅配クリーニングとなっております。で、リネットなんですけれども、既存のクリーニングだとお客様が実際に店舗に衣類を持って行って、でその店舗で受け取った衣類を工場に送ってクリーニングで、クリーニングできた衣類を工場から店舗にまた送って、店舗でお客様に取りに来てもらうというのが、既存のクリーニングの形態だと思うんですけれども、リネットでは実際にお客様が自宅から、衣類を出すことで直接工場に届けて、また工場でクリーニングされたものが、お客様の自宅に届くといったようなものが、リネットのサービスの特徴になっております。はい。で、今回発表する内容、具体的な内容なんですけれども、未経験が DDD になれるまでの個人の取り組みを紹介したいと思います。で、今回の発表で参考になるかもしれない人ということで、DDD 未経験のエンジニアのメンターになる人だったりとか、そのメンティーの方が、参考になるかもしれないなということで挙げさせていただきました。で、DDD になれるまでの取り組みということで、3つ紹介させていただくんですけれどもすいません、まず1つ目が、画面がちょっと見えなくて、少々お待ちください。ごめんなさい、勉強会で、もう一つがチーム全体での設計で、最後がペアプロになっております。で、まず一つ目の勉強会なんですけれども、弊社では勉強会を社内で開催しておりまして、これは有志のエンジニアの方が開催してくださっているので、そちらに参加したりとかということを行っております。まあ、DDD に関しての勉強会も多いんですけれども、他の勉強会も開催されたりしております。で、次にチーム全体での設計ですね。まあ、チーム内で DDD の設計に詳しくない方とかいたりする場合は、一旦チーム全体で設計することで、みんなの認識を揃えたりだとか、共通認識っていうのを揃えるために行っております。で、最後がペアプロなんですけれども、今回自分が DDD になれるまでに行ったペアプロとしては、データベース、フロントエンド、バックエンドの3つとも触るような開発でペアプロを実施しました。で、ペアプロなんですけど、基本的には、DDD についての疑問点が生じた場合は、メンターの方にすぐ聞きましょう。で、もう一つが、似たような実装化の場合は、過去のプリキュアを参考にして進めましょうっていうので、基本方針として進めていきました。で、ペアプロの1個目の感想としましては、リネットのシステムに具体的なシステムを当てはめることで、DDD について理解を深めることができたっていうのが一つ感想としてあります。結構 DDD、書籍で勉強する方多いし、自分も書籍よく読むんですけれども、結構抽象的な概念が多いということで、実際リネットに置き換えたらどうなるんだろうっていうのを、先輩に聞いたりとか議論したりすることで、理解が深まったのかなと思います。はい。で、次感想2としては、チームメンバーから、コードレビューを行う、もらうことができたっていうのが、大きかったなと思います。コードレビューといったら基本的にはパフォーマンスだったり、可読性だったりとか、要件に従っているかっていうのを、スーラン観点で見ることが多いと思うんですけども、DDD のコードレビューでは DDD の観点っていうので、例えばサブドメインの切り方が正しいかとか、このモデリングは妥当なんですかみたいな点で、レビューいただくことでまた見識が広がりました。はい。ちょっと早口で喋っちゃってるんですけども、これからメンターメンティーになる方へっていうので、個人的にはペアプロ、DDD のペアプロをする際には新機能の開発が、初学者にとってはベストなのかなと個人的には思っております。というのも、既存の機能との組み合わせ、リファクタリングが必要な場合ですと、結構バックグラウンドの知識とかで他に学習コストが使われてしまうので、新機能だと、わりかしそこの学習コストは低くて、DDD に対してフォーカスできるので、そちらの方がいいのではないかなと個人的には思いました。はい。で、最後にはなるんですけど、ホワイトプラスでは、エンジニアを募集しているので、また興味ある方はぜひ声かけてください。ありがとうございました。